どうも、構図です。本日は12月23日、場所は海浜幕張ということで、嫌いな幕張にカムバック、ですね。今日ね、京葉線が案の定遅れまして、本当はね、9時33分に着く予定だったんですけど、時計見えるかな、もうね、今、40分ぐらいなんですよ。そう、40分ぐらいで、一部の締め切りが9時50分なんで、ちょっともう間に合わないかもしれない。間に合わなかったらもう2部押し増しで誰かに使う、もう割り切ってます。まだこれがあるんだよな、京葉線マジで。ということで、とりあえず向かいたいのが本部っていう。いやー、今ね9時40分ちょうどで、今日はね展示ホール7かなってやるらしいんで、幕張メッセ 500m、手荷物検査とかもあるからね、かなりギリギリ間に合えばぐらいですけど、まあとりあえず極力急ごうというふうな感じですね。いやー、マジで幕張嫌い。でも次のシングルはまだね、パシフィコ復活ということなんであれですけど、まあ、そもそもその岡部凛ちゃん卒業しちゃうんで、今日なんでその嫌いな幕張にまた来たかというとですね、まあ、岡部凛ちゃんの、まあ、ラスト握手みたいなが、まあ、なんとかねこの23日の一部二部で変えたんですよ、何枚か。でそのためだけに来てるっていう。そうで、今日はこの後今海浜幕張にでしょ。でこっから大宮に行ってサッカー見なきゃいけないんで、サッカー見に行くんです。そうだから、こうオレンジの靴履いてんだけどさ、そうアルビレディースの試合見に行くんで、そう、まあそれサッカーチャンネルの方でVlog 上がるとして、今日ちょっと忙しいです。そうだから一部終わり間際に入り、二部スタートダッシュ決めて、とっとと終わるっていうのができればなと思ってたんですけど、まとめ出しってどんぐらいできるんだっけな。まあまあまあ、今日はね7ホールだから、まあまあ歩きますよ。まあ歩きます。いやこれ無理だな、多分9時50分には間に合わないな。なんかあれですよね、そのユニバーサルのって受付締め切りがちょっと短縮されましたよね。まあ、完全にその煽りを、そのマジで煽りを受け食らってる、そんな状況です。キングだったらね9時から10時半で一部締め切り10時とかだったんだけど、今って確か9時から10時20分とか10時15分とかまでやります、受付は8時50分から9時50分ですみたいな。いやいやしんどい、しんどいて。まあしょうがないけどね、だったらもっと早い電車乗れって話だけどさ、もう限界よ。で乗ったらさ遅れるでしょ。だからさ、いや時間通り着いてたら、まあ、間に合うんですよ。9時33分でさ17分もあるか ら、 だからそれがね6、7分遅れるだけでね、まあこんだけ緊迫しますよ。いやー間に合わないけどね、なんかこうだらだら喋ってる割に走らねえのみたいな、もうそんなね体力はない。そうやっぱね、なんか最近急に寒くなってさ、いや僕もね急遽ダウン買ったんですよ。そうピレネックスっていう結構いいやつ買ったっす。そうもうこれ着て汗さんじるみたいまあまあまあそんな、でこれめっちゃあったかい普通に。まああとは何話すかだよな。なんかこう急いでついてさ、まあ、ギリギリでに滑り込めたとしてまとめ出しでさ何話すんっていう。
なんだかんださ、イベントやってくれんだよな。なんか今度またバレンタインイベントとかもあるらしいから、定期的にファン見してくれるんだったら、まあ、ありがてえなっていう感じですけど。うん。握手会ね。もう、岡部のりんちゃんの手を握れるのも今日がラストですよ。あ、わかんない。今後あるかもしんないけどね。うん。もう AKB の岡部りんちゃんとは、まあ今日がラストと。いやー、結構歩ってる。でも、この歩きの速さ、今5分ぐらいだな。うん。いや、これワンチャン、手荷物検査で混んでなければ、ワンチャン間に合うかも。まあ、間に合わなかったら待ちます。だからそういう時のために今日おしまし誰使えるのか見たら、ちょうど生誕祭見た徳永レミちゃんが使えるんで、まあ、最悪そっちに全振り。一部の件はね。うん。いやただ俺早めにリブは抜けたいんだよな。そのサッカーがあるから。そう。まあ、そんな、こんなんですけど。幕張メッセようこそ。いや、来たかねえわ。来たかなかったわ。ここでしかやんねえから。うん。ただその次の、シングルの握手会はまだ買ってないんで、スケジュールが出ないんですよ。サッカーの。うん。シーズンインしちゃってるんで、多分その、今販売してる時は、日程がね。だ先に買って、後から、サッカーの試合やりましたわ、だと、動きづらくなるんで、うん。日程全部出てから、それでもまだ買えたら買うっていう。そう、やっぱりね、やっぱ主軸となる推し面が、なんだ、卒業するとやっぱり、かなり影響あるなっていうのは、まあ、別の動画でも触れましたけど、まあありますね。普通に。という感じ。いやー、今7分ぐらいでしょ、多分。ちょうど駅から、これ、どんぐらい喋ってるかさ、分数が見えるんだけどさ、今だいたい7分ぐらいなのよ。あと3分で、レーンに行けるのか、俺は。って。いやー、でも7ホールって遠くね。せっかくダウン着てるのにな。ちょっと、早歩きさせられて、体温まっちゃってんだよな。まあいいけど。はいはい。中着きました。いやー、ちょっとエクストラタイムがあるといいな。まあいつもはさ、一部空いてるからさ。いやー、ギリギリ。いや、48番。これちょっと走るか。ちょっと頑張りゃ間に合いそうだわ。はい、見えてきました。7ホール。じゃあちょっと行きます。はい、というわけで、握手行ってきまして。1部に10枚、2部6枚ということで、まあその卒業発表があった後に、急遽ね、買った握手会の件なんで、ほんとまあ、これしか買えなかったって感じですけど、うん。なんとね、一部ね、間に合いましたね。そう、会場着が9時49分ぐらいで、で、50分に変わるあたりから、こう、エクストラタイムが始まり、まあ、すぐには閉めないですよね。さすがに。そう。で、まあ、それでなんとか入れたって感じで、うん。お話できました。一部も二部も、岡部凛ちゃんと。うん。で、まあ、いろいろ話せること話せないことがあるんですけど、その、もう最後のね、二部の部では、もうこれが、もう10年間の最後ですと。握手会ね。うん。話をして。嘘みたいな。じゃあちょっと牛しとこうみたいな。言われてもう焦点。
もう昇天、はい、いただきました、いただいちゃいました。いや、このスキルはね、やっぱ岡部凛さん優秀だと思う。これはね、いや俺10年間じゃあ一度もそういうことされてないかって、もう毎回してくれてんのよ、そういうこうファンサービス的な話で言ったらさ。でもやっぱりさ、こう何度食らっても威力があるって才能ですよね、マジで。すげえなって、まあ、だからやっぱりそのあれですよ、まあ、おじさんファンを筆頭にこう虜になってるファンを掴んで離さない術を持ってるっていうのはやっぱすごいっすよね。まあそんな、はい、レポでした。最後まで釣られるっていう、あの非常にハッピーエンドだったと思います。あとは、まあ、卒業公演当たればいいなっていうところと、あとはなんだろうな、まあ、それまで劇場公演出番があるんだったらそれも見たいし、うん、あとそうバレンタインイベントがね、あの個人のファンクラブでね、りんちゃんのファンクラブであるので、まあ、それ行くよっつって、まあ、当たってもねえけど、まあ、当たる前提で行くよなんて話もしたし、あの何 AKB 卒業しても引き続き来てねって言われたんで、まあもちろんもちの論ですよと。だからやっぱつくづくさ、だそうなるとまず主軸としてね、その AKB の現役推し面が抜けるのはやっぱり痛いですよね。マジで AKB の現場に来る頻度がどうなるのかと。ただ劇場公演が好きなんでね、劇場公演は応募し続けると思いますけど、やっぱり知られてる子がいる劇場公演っていうのも魅力だっていうのは分かってるんで、まあちょっとそこら辺は今後どうなるかっていう感じですけど、ね、これは僕のドキュメンタリーなんで、そう構図ドキュメンタリー Vlog なんで、一人の男がいましたみたいな、そういう物語なんで、あのぜひ引き続きあのご視聴いただき注目いただければなというふうに思いますが、はい、いやよかった。なんかそういろいろあったんでね、いろいろありましたよ10年間。そうあのなんだ本当にいろいろあった。そうだって俺岡部凛オタ軍団が一回結構なバッシング受けたことあるからね。あのなんかショールームとかで凛ちゃんが泣いちゃって、でそれの原因がおそらく俺だっていう、まあそう、それ絶対多分それはね、俺振り返ったらマジでね、あの数々の無礼があるので、そうなんだけど、まあいろいろありましたよ。いいことばかりじゃなかったけど、でもいいことの方が圧倒的多いです。やっぱ外イベとかね、あのそれは僕のツイッターに過去撮影写真は多分あの調べれば出てくるので、うん、僕のアカウント名と岡部凛って名前入れたら多分大体出てくるんで、見てもらえたらなと思いますけど、はい、まあそんな感じですね。いや終わり良ければ全てよしと、うん、あとはマジで卒業公演はもうドロドロに泣くと思うんで、とにかく吉田当ててくれと。まあ多分卒業公演の前の公演とかに当たっちゃうと、卒業公演当たんないから前の公演で泣くと、まああるあるです。ただその俺あれだよな、でもあの推しメンの卒業で泣いたの本当に春菜ちゃんとりのちゃんしかないから、だからやっぱりそのそれなりに年月かけた子たちはあの泣くっていう傾向があるんで、感情が溢れちゃう、ビーインラブしちゃうんで、そうなのでりんちゃんは多分確定で泣きます僕は。なのでとにかく当ててくれ吉田と郡司というところです。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも構図です。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、構図アンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の表題タイトルになっているわけですけれども、
僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね今付き合い満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながらコーズアンダーグラウンドの今月は満ちるぜひ聴いてみてください。 MV 公開中です。